はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。水魔様、水利魔法様、小川様、みゆき様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、まさゆき様、永田様、みゆき様、平様、直国様、陽一様、鈴代様、ホワイトアウト5963様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。川口市で起きた拳銃発砲タクシー強盗事件の犯人が判明。タクシーの運転手さん70代の腹打っちゃった。指紋が一致したとして瀬川義一68歳を公開手配、全国指名手配。指紋を警察が持ってるってことは前科あったんでしょうね。日本のマスゴミは世界最低だから本名かどうかは不明であります。世論です。タクシー強盗なんて割に合わないことすんねん。タクシーなんか小金しかないだろうにバカなんじゃないの。今あれだもんね、パスモとかスイカでピッ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 払っちゃうもんね。現金積んでないよね。最大で 2,3 万あればいい方って感じじゃないですかね。認知症の元ヤクザかな。付近の学校休みにしてないのかよ。銃の入手経路を洗え。ボケた元ヤクザか。今頃自転車でもパクって県外。銃持ってる時点で普通の60代じゃない。人質取って立てこもる可能性がある。どっから拳銃なんて持ち出してきたんだ。犯人赤羽駅から川口までタクシーに乗って降りるときに撃っちゃった、みたいなんですね。徒歩で逃げたイコール土地勘がありそうなんで川口に住んでんのかな。瀬川が本名かどうかは不明であります。なぜ日本のマスゴミは世界最低ですからね。拳銃を発砲し目的が強盗。無期刑が固いですね。社会に恐怖を与えてるしね。これ殺人未遂っつったっても、殴りすぎちゃったとか、とっさにとか言うんだったらあれですけれども、金目的全くの私利私欲のために、発砲して腹打っちゃったってなら、まあまあ無期刑、傷害は確定、傷害罪は確定、まあ、殺人未遂取られるかどうか、強盗、銃刀法違反、無期刑硬いっすね。68歳で無期刑食らったら終身刑と変わんないですね。老人介護の刑務所職員も大変ですね。拳銃持ってて前科があるっていうのは元ヤクザの可能性大ですね。本職の反社、認知症だからって減刑すんねやな。もし認知症だったとしても、社会にとってはもっと危険なんだね。認知症で善悪が分かんないのしたら社会にとってそうじゃない人よりも危険じゃないですかね。刑法39条は撤廃すべき。むしろ気違いほど社会にとって危険なんだから量刑を重くしてですね、社会から長期間隔離すべきっていうのが私の持論であります。普通の人は5年食らうとこ10年上げてですね、その間長期間社会をそいつから守る、社会そいつの危険から社会を守る。まあ異論は認めますけれども、速報で先ほど大宮駅で捕まったそうであります。一安心ですね。立てこもりとかやらなんか戸高わらびで郵便局かなんかに立てこもったやつもいましたよね。埼玉から出ないポリシーでもあるんですかねこいつ。大宮で捕まったっちゅうけどね。川口署、知人の50代女性を性的暴行した、来るトルコ国籍37歳を逮捕と。まあ川口でトルコ国籍って言ったらクルド人ですけどね。女性宅で寝ていたところを襲った模様であります。一体どうやって入ったんだろう。川口でトルコ国籍で解体工なので、まあクルドですよね。世論です。これはクルド人ですね。強制送還しろ。ほら来た川口、また来たクルド。寝てたら勝手に入ってきたって怖すぎだろ。和田政宗のお友達だ。寄付するとクルド人、逮捕されたらトルコ国籍。最近トルコ人に
対する認識が変わってきたわ。トルコってもはや敵国、クルド人かどうか報道する。まともなトルコ人が困るからちゃんとクルド人と報道しろ、川口治安悪すぎ、川口署も大変だな、こんなんばっかりでと、2人は知人だったそうだが、女性が寝てるとこに侵入したってことで一体どうやって入ったんでしょうね。鍵かかってなかったとは考えにくいんですけどね。合鍵でも渡してたんですかね、それともあの植木鉢にの下に合鍵あるとか知ってたとかね、外国人女性の吹き方早くてですね、外国人の男にはですね40代50代の日本人女性が20代30代に見えるそうであります。あのあとね水も違うんだって、アメリカ白人の日本に嫁に来て20年ばかし2年日本で住んでた人が、なんか同窓会で、若いねって驚かれたって話なんですけど、アメリカのあの水道水、カルシウムとかそういうのが多くてミネラルすごい多くて肌ガサガサになる。あとあの湿度も違うし、やっぱりアメリカンな食事って老けるそうなんですよね。日本の食事と日本の水、風呂入ってまあ湿度も高いしムシムシしますけど、肌が老けない。埼玉新聞は哀れな難民ぶる時や、寄付した時はクルド人、逮捕されたらトルコ国籍って報道するんでしょ。知ってるけどね、一糸乱れずそれやからな、本当に日本のマスゴミは世界最低ですよね。衆院憲法審査会の、幹事懇談会出席を拒否しつける立憲に、全党揃った協議が望ましいができない場合は5党派で、改憲起草案を条文化すると、与党筆頭幹事の中谷さんが立憲に通達。5党って自民公明維新民民と、あと一つどこでしたっけ、ちょっとあの思い当たらないですけどね、あと一つどこだ、世論です。またサボってんのか、もう何年も前にそうすべきだった、最初から外して始めていいだろう、立憲いなくていいよ、話し合いのテーブルにすらつかない連中、時間の無駄だ、最初から5党で進めたまえ、立憲の憲って何なの憲法のこと話し合わないんじゃなんで立憲って名乗ってんでしょうね、本当に。憲法審査会の幹事懇談会に出席せずに、憲法審査会の日取りを決めさせない、いついつ開催しましょうっていうのを決めさせないという手段で何年も何年も議論を停滞させた立憲と共産ね、社民と令和は人数少ないんで憲法審査会に席がない、まあ、 あの席があったら同じようにサボってたでしょうね。事なかれで改憲なんて全然やる気がない自民党、これ何年も放置してたんですよ。69年前に憲法改正しますっつって自民党立ち上げたくせに、69年間で点の一つも丸の一つも変えらんねっちゅう改憲やるやる詐欺が自民党ですね。テレビ新聞もこのサボりを報じないんで叩かれることもなくと、日頃二言目にはですね話し合いでなんて言ってるくせに話し合いの日時も決めさせないっつうダブスターですね。それ全く恥じることないんだから、中身日本人でないよね、日本人だったら恥ずかしいよ。今日の単身です。立憲民主党全体の約6割にあたる中低所得世帯に月額3000円のエネルギー手当を配ろうと言い出しました。配るためのコストそのぐらいかかんじゃないのか、年額1万6000の再エネ付加税をやめる方が詐欺じゃないの、どうせ通らないと思って適当言ってんじゃないの、このメンタル外国人どもは。フジテレビ3月31日時点の外国人議決権が 19.99% を記録、20% 以上で放送免許取り消しなんですけども、実は外国人株主比率はとっくに 20% 超えてます。議決権が手に入るですね所有者書き換えしてないだけです。フジテレビなんかですね株式の半分以上を外国人が持ってても全く不思議でも何でもありません。地獄絵図とかやってたところですね、全部の株を外国人が持ってると言いふらしますか、否定できないだろうからね。テレビ局が大事な大事な天下り先の総務省は 20% 超えようが何が何でも守るでしょうね、テレビ局を潰さずに。大阪万博のパビリオンが立ち並ぶエリアで、4カ所からメタンガスを検知、主催の万博協会は当初そのエリアからガスが出る可能性は低いと発表していたが大嘘でした。大阪市観光環境
局はですね、環境局は、埋め立て地なんだからどっからでも出る可能性あるって言ってたんですけど、それがんとして認めなかったのが大阪維新と吉村知事と万博協会と、どうせこいつらあの時効来ても責任取らないで逃げるよ。セコムがバールでも破れない防犯ガラスを販売開始、2枚の強化ガラスの間に樹脂を流し込んであり、5年以内に破れたら無償交換を謳う、これ防弾ガラスと同じ作り方ですね。セコムは貴金属店や金券ショップの需要を見込んでいるそうであります。宝石入ってる宝石ケースですか、あれ、外側のガラスは割れるが樹脂は破れない仕組み、みたいであります。5年保証をつけたのはですね、中身の樹脂があの日光で劣化するからでしょうね。お値段は1平米1メーター四方で約20万円高っ、ガラスは破れなくても窓枠は破壊できるんでは。あの宝石ケースもですね、外しちまえばいいのではガラスごとみたいに考えつきますけれども、最近やたら物騒な感じで売れそうですね。スターウォーズは白人ばかりという批判にジョージ・ルーカス、大体エイリアンだぞと反論。メイス・ウィンドウとか、ストーム・トルーパーとかランド・カルジリアンとか主要キャラに黒人結構いる気するけど、そんなの批判側には目入んないのかな。白人に見えるでしょうけど内心は黒人で通せないもんかな。これね、アメリカの研究で精神疾患は都市部に住むほど重くなる結果になりました。いくつかの仮説が立てられますけれども、田舎だとそもそも心療内科がない、心療内科行くといろいろ噂されるから行くのを控えるなどで、精神疾患だと分からず放置されている。田舎だと精神疾患があってもなんかいつも一人でいる変人で終わってしまい問題にならない。都市部はお金ないと田舎よりも辛いなどでは、都市部はやっぱ華やかで誘惑が多い、お金の使いどころが田舎よりたくさんあるからお金ないと田舎より辛いで、田舎も都市部も、両方住んだ私の意見なんですけれどもね。まあまあ、あのこういうことなんだって。まあ田舎でも変わった人いますよ。すごい変わった人もいますよ、たまに。だいたい畑いじっておじいちゃんでいつも一人でいてみたいな変な人いますよ、たまに。あれもよく調べたら、まあ重度の精神疾患なのかもしれないなという気がします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登院さんも大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからよろしくお願いします。デトックスジャパン。